ねえねえ、アメリカの戦闘機 F-35 が改良されるって本当なの？ F-35 といえばアメリカ空軍を代表する戦闘機だよ。今でも戦闘機としての性能は世界一だと言ってもいいぐらいだぜ。さらに性能がアップデートされるってことなのか？そうだよ。F-35 ライトニング2といえば世界一有名な戦闘機だよね。日本の航空自衛隊でも採用されて今現在も導入が進んでいるんだよ。この F-35 戦闘機が、さらに性能をアップデートされるらしいんだよ。じゃあ日本に導入されている F-35 もアップデートされるのかな？まだ、とりあえずアメリカ空軍でのアップデートからみたいだね。やはり、時間もコストもかなりかかるだろうから、簡単にすべての F-35 にすぐに導入するってわけにもいかないだろうね。なんだよ、日本の航空自衛隊では、まだまだ先の話になるのか。日本に配備されている F-35 も早くアップデートされるといいんだけどな。今回のアップデートを行うことで、従来よりも兵器の搭載量が 1.5 倍にもなるんだ。これはすごいことなんだよね。その点を考えても、なかなか簡単に日本の F-35 まで導入とはいかないんだろうね。兵器の積載量が 1.5 倍って言われても、なかなかピンとこないや。F-35 の詳しいアップデート内容を教えてよ。うん。そうだね。詳しいアップデート内容を一緒に見ていこう。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング戦闘機はアメリカのロッキード・マーティン社で製造されている第5世代の戦闘機と呼ばれているモデルなんだ。日本の航空自衛隊でも運用されているモデルだね。現在のバージョンはブロック3というモデルで、これからブロック4へのバージョンアップがスタートしていくんだ。バージョンアップの内容は全部で66項目と言われているから、一気に全てバージョンアップするというよりも、複数回に分けてバージョンアップされて良くなってるよ。確か F-35 戦闘機といえば2019年に大変な事故が起きたのが記憶に新しいぞ。最初に配備された青森県三沢基地で、操縦者の空間識失調が原因での死亡事故だったよな。平行感覚や進行方向が一時的にわからなくなる危険な症状で、航空機事故の原因では珍しくない症状なんだよな。戦闘機の操縦中に平行感覚や進行方向がわからなくなるなんて、恐ろしい症状だね。そうなんだ。このような痛ましい事故を今後起こさないように、ブロック4のバージョンアップでは、自動で墜落を回避する、自動墜落回避システムが組み込まれているんだよ。そのシステムによって、機体の安全性が向上して、このような不幸な事故が二度と起きないように2020年から自動墜落回避システムのアップデートは開始されているんだ。それはいいアップデート内容だな。夜は戦闘機を操縦する人に、何かしらの身体的トラブルが発生した時も、機体がそのトラブルを察知して最悪な事故につながらないように、自動で機体をコントロールし墜落などの事故を防いでくれるってことだな。もっと早い段階でこのシステムが導入されていたら、2019年の事故は防げたかもしれないな。それならすぐに全ての F-35 戦闘機に自動墜落回避システムを導入してくれることを願うよ。でもそんなに簡単にシステムを導入することはできるのかな？うんうん、いい質問だね。前にも説明した通り、ブロック4のバージョンアップ内容は66項目もあるからね。2019年から一部開始されているらしいんだけど、当初の予定では2024年までに、全てのシステム更新を完了させる予定だったんだけど、これは難しいみたいで、予定よりも2年以上遅れるのではないかと言われているんだよ。悲観的な予想を紹介すると、世界ではすでに3000機以上の F-35 ライトニングが運用されているんだけど、その全てがブロック4のシステムに更新されるには、10年以上かかる、つまり2030年くらいまでかかるのではないか、と予想されているんだ。2024年という当初予定はかなり無理があるんだよね。そんなにブロック4に全てが移行するまでに時間がかかるなら、あんまり意味がないんじゃない？そんなことはないだろう。いくら時間がかかったとしても、今までのブロック3に比べればかなりのアップデートだぜ。66項目もアップデートされるということは、自動墜落回避システムだけではないってことだ。今までとは比べ物にならないほどの、性能アップは間違いないぜ。そうなんだよね。ブロック4にアップデートされることで、機体内の兵装収納量は 1.5 倍に増えるし、飛行距離も 1.25 倍伸びることが予測されているんだよ。要するに現在のブロック3よりも、飛行性能や攻撃能力、安全性が飛躍的にアップすると言われているんだ。具体的には現在使用されている F-35 ライトニングのブロック3の場合はステルス性能を確保するために、機体内に収納できる空対空巡航ミサイルは4発のみだけど、ブロック4では6発になるんだ。機体内の爆弾層に取り付けるサイドキックという仕組みのおかげで、容積スペースを無駄なく確保できるようになったんだ。
武器としての性能とステルス性能のどちらかを優位にしなくてはいけないというのが従来のステルス戦闘機だったんだけど、ブロック4へのアップデートは、どちらの性能も両立させることが可能になるんだ。武器も今までよりも多く収容できるようになって、ステルス性能までアップすることができるなら最強じゃないか。そんなにすごいアップデートなら、もっと早急に作業が進むように、いろいろな国の工場で作業すればいいんじゃないの？それがそうもいかないのさ。ブロック4への対応は、8割は基本であるソフトウェアのアップデートで行われるようだから、物理的な大掛かりな作業は、それほど多くはないんだよ。物理的な作業が少ないということは、機体への負担が軽くなるってことだから、それはそれでいいことなんだけど、実際に物理的な作業を行える企業や工場は限られているんだ。日本で認定されているのは、愛知県の三菱重工業の施設しかないんだよ。だから、F-35 ライトニングの重整備を行える拠点が限定されているってことは、その拠点が超多忙になるってことなんだ。F-35 戦闘機を、どんどんアップデートしていきたいのは山々なんだけど、どこでも、誰でもできないってことがネックになってるんだよね。日本は航空自衛隊の F-35 と在日米軍の保有機が対象になるんだけど、本来ならお隣の韓国もこれに含まれるはずだったんだよね。もちろん韓国は整備拠点として認められていないから、日本にお願いしなければならないのだけど、韓国が自国の兵器を日本に頼むわけないんだよね。じゃあ韓国は一体どこで F-35 のアップデートを受けるんだろうね。韓国がこの件に関してどのように対応するのか楽しみだね。韓国はプライドだけは高いから日本には頼んでこないだろうな。仮に頼まれたところで、日本がすんなり受け入れるとも思えないしな。いろいろと日本叩きしてくるから、肝心な時に日本に頼めない。やっぱり普段から近隣諸国とは友好関係を築くべきだよね。まあ韓国のことはとりあえず置いといて、あとはコスト面の問題もあるね。ブロック4のソフトウェア改修に必要な経費は1100億円以上と言われてるんだ。でもこの中の 70% はアメリカが捻出するわけなんだけど、これだけでもすごい高額だよね。さらにアメリカ軍の F-35 のアップデートにかかる経費だけでも1兆円以上必要ということだから、財政状況の厳しい小国では、機体を維持することさえ非常に困難だということがわかるよね。すげー。信じられないほどの巨額な費用だな。 F-35 ライトニングの開発はブロック3の段階でもすでに6兆円との推定される開発費が投じられてるらしいが、それ以後の1000億円規模の予算がブロック単位で必要だというのだから、気が遠くなるような金額だぜ。確かに信じられないほどの巨額な費用だね。でも3000機以上の生産台数が見込まれている F-35 ライトニングの全体数から見ると、数が多い分1機あたりの生産コストは分散されるからまだマシな方なんだよ。一つ例を挙げると、航空自衛隊が現行の F-2 戦闘機の代替機として開発を予定している戦闘機の数は現時点で90機と少数だから、約5兆円とも言われている開発コストを1機あたりで考えると負担はこちらの方が大きくなるんだよね。だから、次期戦闘機は海外にも輸出することを考えて開発すべきという案も出ているんだ。だけど、海外への輸出と考えると技術者やノウハウ、情報などの海外流出なんてことも考えられるから、これは慎重に考えてほしいところだよな。そうだよ。せっかく日本の技術者たちが培ってきた技術が海外流出なんてダメだよ。まあ今の段階では日本からの兵器の海外輸出は非現実的だと思うよ。それよりも今は F-35 ライトニングのブロック4のアップデートができるだけ早く完了することを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。